松本さんの歴史を紐解けば、松本さんというかダウンタウンさんがすごいっていうのはわかるんじゃないですかね。今活躍しているお笑い芸人さんの方はダウンタウンさんに憧れてっていう人が多いですから、それぐらいお笑い界の中で影響を与えた、新しいお笑いを作ったという人たちではないでしょうかね。僕はトンネルズ派だったので、これは松本さんにも直接伝えましたけど、でも松本さんの凄さは一緒に仕事してればわかります。ものすごいイリュージョン的な角度で物事を見てるし、頭の中で描いたものをきちんと言葉にしてるっていう、だからわーすごい、こんなコメントできないわとか、うわこんな角度で物事見てんのとか、もうそれは刺激がたくさんありますね。一緒に仕事させていただいた時に思いもつかなかったみたいな角度で物事を考えてらっしゃる、尊敬する先輩だし、あと優しいですよね。